レイモンド・バーはカナダ出身の俳優。カナダのブリティッシュ・コロンビア州ニューウエストミンスター出身。父はハードウェアのセールスマン。母はピアニスト、音楽教師だった。父の仕事の関係で子供時代を中国で過ごした。両親が離婚後、母、妹、弟と共にアメリカ合衆国カリフォルニア州バレーホエ移住。 第二次世界大戦中は海軍に入隊したが、沖縄戦で負傷し帰国。海軍を退役後、演劇に興味を抱き1946年に初めて映画に出演する。続く10年間に90作品に出演した。日の当たる場所、裏窓といった作品に出演した。悪役を多く演じたが、1956年には、怪獣王ゴジラで、スティーブ・マーティン記者役を演じ、 1985年のゴジラ1985でも同役を演じた。1957年にイエスガードナーのペリー・メイソンシリーズのテレビドラマ化でペリー・メイソン役を演じテレビスターの仲間入りをした。同作品は人気を博して9年間続き、1959年と1961年にエミー賞主演男優賞を受賞した。 1967年にはもう一つの長寿、ドラマシリーズ、鬼警部、アイアンサイドで、車椅子の刑事役を演じた。同作品は1975年まで続いた。他にもいくつかのテレビドラマに出演したが、いずれも短命に終わり、ヒットとはならなかった。1980年には、デニス・ホッパーの監督作品、アウト・オブ・ブルーに、脇役として出演した。また、 1982年にはペリー・メイスン役をパロディにしたフライングハイ2に出演した。1985年には再びペリー・メイスン役を演じ26本の2時間映画シリーズに出演した。自らが演じた悪巻や不屈の英雄とは対照的に実際の生活ではチャリティに多額の寄付を行った寛大な人物だった。また20人の孤児を養育した。 彼はテレビ局の幹部やディレクターに彼に示すのと同じ尊敬を共演者たちにも示すように主張した。コロンビア大学映画学科の講師として演技指導を行った。私生活では結婚歴があり、複数の女優とのロマンスが噂されたこともあったが、実際にはゲイだった。1993年9月12日、肝臓癌のためカリフォルニア州ヒールスバーグで死去し、 故郷ニューウエストミンスターのフレーザー墓地に埋葬された。また彼はハリウッド大通り6656のハリウッドウォークオブフェームに星を持っている。2000年10月、ブリティッシュコロンビア州ニューウエストミンスターにレーモンドバーパフォーミングアーツセンターがオープンした。同劇場での上演開始以来、各演幕のどこかにレーモンドバーの写真が必ず飾られた。 238の座席を持つ、同劇場は650席に拡張する計画を持っていたが、2006年に閉鎖された。ありがとうございます。